上島先生の校庭の富木健二先生は、上島先生のその合気道の技法を科学的に分析して柔道原理と剣道原理の観点からその技法を柔術あるいは柔道における離れた体勢、理覚体勢の技法と位置づけました。襟、袖を取って競う柔道に対して合気道の場合は理覚体勢、つまり足腰、足技、腰技の届かない離れた間合いで殴る、蹴るなど限定のない実践的な攻撃を視野に理学の技法と定義づけられました。富木先生のこの合気道の研究は戦後になって3つの展開を見せます。一つは型による稽古方法、そして次に徒手対徒手による稽古方法、第3に徒手対武器、現在日本合気道協会を通して行われている単刀乱取法です。これは富木先生が徒手乱取を発明された時に非常に間合いが接近して柔道の間合いに近づいてしまうことを懸念され、これを強制する意味で発案されました。現在徒手乱取法よりも単刀乱取法が普及しておりますけれども、徒手乱取法がその本質であるため、これからはこの2本が並んで練習されることが望ましいと思われます。では徒手乱取を行います。徒手乱取始め。技がお互いに、拮抗してきます。上級レベルになればなるほどお互いの技がかけにくくなってきます。そうすると膠着状態が現れてきます。でそこまでやってみましょう。はい、どうぞ。このように徒手乱取においては双方の実力が伯仲してまいりますと、なかなか技がかからなくなってきます。そうしますとお互いに接近し合って柔道の間合いで戦うことが多くなります。もしくは膠着状態のまま静止してしまうということも起こり得ます。そうした状況がしばしばありましたので、富木先生はここに間合いを作る、つまり離れた間合いを作るために単刀を導入いたしました。これが単刀乱取の誕生であります。しかし攻撃、受けの方、単刀側の方の攻撃はある程度制限があります。顔面を攻めることはできません。そして場所は、はい、脇の下の部位から背中、横、ここに対して受けの方が垂直に一歩踏み込んで突きます。近いところから突かないで、こういう突きはしません。一歩踏み込んで突くというルールが決められています。これはお互いに接近しすぎないで間合いを取るというところから作られたルールであります。これが単刀乱取のルールですけども、範囲がここからここまでになっていますから、徒手乱取に比べて受けの方の攻撃が狭まっています。徒手の場合は顔を攻めます。それに対して鳥の方は顔をさばいて正面やるといけますけども、単刀になってしまいますとその部分が狭くなりますから、少し、状況は変わってきます。担当ランドリーはじめ。担当ランドリーには現在担当側の返し技も認められております。相手が、つまり鳥の方が担当側の腕を押さえる、両手で押さえた場合に限り当て身技を施すことができるというルールです。では担当ランドリー返し技を含めて行います。担当ランドリー始め。